皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルにわかりやすくお伝えします。ABS-CBN は2020年以来の財務損失を理由にフィリピンの主要なニュースチャンネルであるテレラジョの運営を6月末で停止すると発表しました。ABS-CBN はプライムメディアホールディングスとの合弁事業を立ち上げ、放送局や他のプラットフォーム向けの番組を制作するそうです。テレラジョといえば、私がフィリピンに毎月出張していた時にテレビ放送を見たり、友人宅などを訪問した際にはみんなで見たりしていたので、もう見れないと思うととても残念な気持ちです。女性・ジェンダー平等委員会は、性的指向、性自認、ジェンダー表現、性特性、ソジエスクに基づく差別を防止することを目指す法案を承認しました。この法案は今後審議のため本会議に進む予定です。しかし、この法案には同性婚に関する規定は含まれていません。法案では、ソジエスクに基づく公共サービスへのアクセスの拒否、雇用や教育における差別など差別的な行為を禁止しています。フィリピンでは、ゲイやレズビアンをはじめとする LGBTQIA+ の方々は一定の地位を確立しているように感じられますが、やはりキリスト教の影響でしょうか、同性婚となるとまだまだ簡単に許可には至らないようですね。マニラ首都圏中心部にあるマニラ中央郵便局で、5月21日深夜から5月22日朝にかけて火災があり、歴史的な建物が被害を受けました。また、手紙や小包なども焼失しました。マニラ中央郵便局は1926年に建築家フアン・アレジャーノによって設計され、第二次世界大戦や他の被害にも耐えながら再建されてきました。ちなみに保険金は6億4000万ペソ約16億円になると発表されており、建物は4億6000万ペソ約11億円、家具や備品などは1億9800万ペソ約5億円の保険がかけられています。ただし、火災で失われた手紙や小包などは保険の対象外とのことです。フィリピン全土の一部の地方自治体は、豪雨の影響とスーパー台風がフィリピンに接近する可能性に備えて、多くの地域で学校の授業を中止することを発表しました。フィリピン大気地球物理天文局によると、スーパー台風マーワーは金曜日の夕方か土曜日の朝にフィリピンの気象監視エリアに入る可能性があります。今後の台風の進路や強さ次第ではありますが、スーパー台風の接近に備えて準備しておくのが適切と思われます。皆さん、フィリピン人の九九の計算方法をご存知でしょうか。日本では九九をすべて暗記するのが当たり前となっていますが、フィリピンでは 5×5 までを暗記して、その先は指掛け算という両手の指を使って計算する方法が一般的です。ちなみに、少し古いデータですが、フィリピン人に 100-63 を質問したところ、正解率はなんと 40% とのことで、半分以上が不正解だったそうです。一般的にフィリピン人は数字に弱いと言われていますが、こういうデータからもその傾向がうかがえますね。ちなみに、私が初めて指掛け算を目にしたときは、大の大人が指遊びをしているような感じで、とても微笑ましく感じました。あと、フィリピン人は数を数えるときに、親指からでなく、小指から数え始めるので、これも知らない方は初めて目にすると驚かれるかもしれませんね。ちなみに、今回の指掛け算は視聴者ののんたさんから、コメント欄から情報提供いただきました。のんたさん、情報提供ありがとうございました。このニュースの感想や質問などは、コメント欄にお願いします。それでは、次回もお楽しみに。